はい、CM を見てきました。あ。おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは、本日も、嘘つきゲーム、まさき編を始めていきたいと思います。前回はね、その、2日目が終わった後の、その、嘘つき会議が終わった後の、このなんか、どんよりした雰囲気を楽しんだところで終わったんでしたね。なので、引き続き、まさき編をお楽しみくださいと言われているので、この OK を押したら始まると思います。早速始めていきましょう。楽しみ。さて、とりあえず次の嘘つき会議まで、まだ時間はある。これからどうしようか。まず、僕の証拠が他に残されていないか。隠されてだった。まず、僕の証拠が他に隠されていないか探すとして、現状、みんなが誰を怪しいと思っているのか知りたいな。すでに誰かが他の人の証拠を集めているかもしれないし、もし万が一、僕のことを疑っているような人がいたら、まあ、それも含めてみんなの様子を確認しておくのは大事だろう。じゃあ、まずは最初に出て行ったミクさんから探してみるか。確か、女子の部屋に戻るって言ってたよね。行ってみよう。そして僕は、ミクさんを探しに女子部屋へ向かった。おー、探索できるー！ひゃー！取り乱してしまった。うわ、懐かしい！うわ、懐かしい待って嬉しい、これ。これ他のとこ触れないの？あ、触れないのか。じゃあミクさんに話しかけることしかできないんだね。わかった。話しかけよう。まさか自分の自己紹介出てくると思わなかったな。桐谷正樹、18歳。医学部を目指す受験生。優しい人柄で話しやすい。とても人に危害を加えるような人には見えない。振る舞いを見ているといかにも頭が良さそうである。うん。ミクさん。よし。神田美久、19歳。そういえば19歳だったわ。今人気急上昇中のアイドルグループ、絶対永遠少女のメンバー。サバサバした性格で、隠し事などできなさそう。思ったことを口に出してしまうので、相手をイラつかせることが多そう。いやー、なんかこれも読んだね。っていうか、もう私の初投稿作品なので、ちょっとね、思い入れが深すぎて、全員のキャラ、ちょっともう大好きなんですよね。え？何？ちょっと聞きたいんだけど。ミクさんはもう誰かの証拠とか集めてる？は？いきなり何なの？いや、これまでミクさんの振る舞いとか見てて、ミクさんはとても頼りになりそうだなって思ったんだ。はあ。それに、ミクさんはアイドルだし、殺人鬼には、到底見えないからさ。そんなこと本心では全く思ってないけどね。だから、僕と一緒に協力して殺人鬼を探さない？一緒に？そう。お互いに見つけた証拠を共有し合えば、楽に殺人鬼が見つかると思うんだ。ふーん。ミクさんはもうすでに怪しいと思ってる人とかいるの？って、そうか。ミクさんはずっとあの記憶喪失の男が怪しいって言ってたね。そうだけど。っていうか、私は別にあんたと馴れ合うつもりもないし、協力して殺人鬼を探そうなんてしたくない。こんな状況で人を信用できるわけないじゃん。バカじゃないの？そうだよね。はあ？ふざけんなよ、このブス。僕に向かってバカとか言ってんじゃねえよ。ちょっと僕が下手に出たら調子に乗りやがって。ごめんね。突然変なこと言って。確かにミクさんの言う通りだよね。こんな状況で僕を信じてっていう方が悪かったよ。あっそ。ねえ、早くどっか行ってくれない？まあ、お互い殺人鬼を見つけるために頑張ろうね。するとその時だった。鈴村沙織17歳。そう、沙織ちゃんがね、17歳っていうのがね、どうしてもこう見えないんですよ。みくちゃんの方が年下に見えちゃう。なんか大人っぽいんだよね、沙織ちゃんね。鈴村沙織17歳。都内の高校に通う JK。清楚系な女の子で正直めちゃくちゃタイプである。あ、待って、これさ、これまさきくん視点のさ、紹介じゃないよね。もうこれもう広告。この記憶喪失の男視点の、あれだよね、他己紹介だよね。正直めちゃくちゃタイプであるってね。とても嘘をついているようには見えないし、まして人殺しなんてできそうにない。うん。ただいま。あ、沙織ちゃん。具合大丈夫？うん。なんとか。って、あれ？まさきさん、どうかしたんですか？うん。ちょっとミクさんに話があったから。へえ、そうなんですね。とりあえず、このブスからは何も情報は得られなかったけど、確実に記憶喪失の彼を疑ってるに違いない。僕の証拠を掴んでそうな素振りもなかったし、今のところは大丈夫そうだ。それに、ちょうど沙織さんも帰ってきたみたいだし、彼女にも話を聞いてみよう。おー。これもう一回、みくちゃんに話しかけたらどうなるんだ？沙織さんが帰ってきたみたいだ。まずは彼女に話しかけてみよう。ああ、そうですか。わかりました。沙織さん。はい。私に何か用ですか？具合悪そうだったので、大丈夫かなって心配で。ありがとうございます。あんな処刑の様子見せられたら気分も悪くなりますよね。あ、すみません。いえ、大丈夫です。ところで、ちょっと聞きたいんですけど。何ですか？沙織さんって、もう誰かの証拠を集めてたりしますか？はい？いや、沙織さんは誰が怪しいと思ってるのか気になって。私は、今はそんなこと考えられません。え？誰か殺人鬼かなんて知りたくない。だって処刑されるんですよ。あんなひどい殺され方で。私もうあんなの見たくない。すみません。なんか嫌な記憶を思い出させちゃって。もういいですか？私少し横になりたいので。そう言うと沙織さんは自分のベッドに行ってしまった。沙織さんは結構思い悩んでるみたいだ。なるほど。多分、僕の予想では彼女は殺人鬼じゃないと思う。それに僕のことも疑う様子はなかったな。よし。とりあえずミクさんと沙織さんに関しては問題なさそうだ。あれ？そういえば、聖子さんがいないな。まあいいか。後で探してみよう。次は、誰に話を聞きに行こうかな。うん。あれ？もしかしてこれ。あ、沙織ちゃん寝てる。沙織さんは寝ているようだ。うん。沙織さんなら聖子さんの居場所を知ってるんじゃないか、知ってるかな？今は話しかけないでおこう。うん。すぐそばにいるミクさんからも変に怪しまれるかもしれない。確かに。とりあえずそっとしておくか。じゃあ一回男部屋に行くってことでいいのかな？じゃあ行こうかな。おー！初めて、立ち絵というか、グラフィック見たな。この、白黒なんだね。確かにそうっぽいね。彼だ。まだ彼については、名前も素性も何もわからない。だが、彼の推理力は、彼の推理力は侮れないし、一応誰を疑っているのか聞いておこう。ねえ。てなはてなはてな、はてなさい。記憶喪失の男。目つきが悪く、犯罪者にしか見えないため、この嘘つきゲームにおいてかなり怪しまれている存在。顔がやつれており、年齢不詳。そうか。そういう風に見られてたんだね。もう、まあ確かにこのなりだったらな、怪しいよな。何？君、嘘つき会議では大活躍だったね。え？ほら、大里さんの偽名や不倫を暴いたり、大地さんの過去も見破っていたよね。本当にすごいよ。そんなことないよ。そんな謙遜しなくてもいいのに。ところでさ、ちょっと君に聞きたいんだけど、君、誰かが殺人鬼だという証拠を持ってたりしない？え、持ってないけど。そっか。本当か。でも、隠しているようには見えないな。ありがとう。突然、どうかしたの？いや、なんでもないよ。次の嘘つき会議に向けて、僕も殺人鬼を探さないとって思ってさ。早くここから出たいからね。なるほど。それより、記憶の方はまだ戻らないの？ああ。名前も何も思い出せない感じ？まだ思い出せない。そっか。もしかして、俺を疑っているのか？いや、そういうわけじゃないよ。確かにミクさんの言うことも一理あるけど、証拠がないと君を殺人鬼だとは断定できないからね。まあ、僕も少し疑ってはいるけど、そんな。まあ、君の記憶喪失が本物で殺人鬼じゃないなら、殺人の証拠が出るはずないもんね。ああ。俺は殺人鬼なんかじゃない。わかったよ。じゃあ、お互い次の嘘つき会議に向けて、いろいろと調べよう。ああ。彼の口ぶりからして、本当に記憶喪失なのか、まだわからない。でも今は、彼を刺激して敵に回すより、いい距離感で探っていく方がいいだろう。とりあえず、今のところ彼も問題ないかな。よし。あとは聖子さんだけだ。あの人、一体どこにいるんだろう。彼にも聖子さんの居場所について聞いてみるか。ねえ。ん？そういえば、聖子さんがどこにいるか知らない？聖子さん？そういえば、俺が男部屋に戻る前に見たときは、人形が置いてある部屋に向かってた気がする。人形の置いてある部屋。あそこか。なるほど。ありがとう。聖子さんは人形の置いてある部屋にいるのかな。とりあえず探しに行ってみよう。うん、ストーリーが進みました。じゃあ、人形部屋行くか。あれ？そういえばどこで殺したんだっけ？聖子さんのこと。あれだよね、なんか、娯楽ルームみたいなとこだよね。だからここじゃなかったはず。だから場所移動してんのかな。とりあえず話しかけるか。やっと見つけた。よし、話しかけてみよう。聖子さん。柳聖子、果てなさい。落ち着いた性格。とても殺人鬼とは思えない。しかし、あまり自分のことを語ろうとはしない。ミステリアスな雰囲気を漂わせている。はい。何ですか？ちょっといいですか？聞きたいことがあるんですけど。そうですか。ちょうどよかった。え？何がですか？私もあなたに用事があったんです。僕に？おっと！多分、聖子さんに、証拠を握られたんじゃないか？これは。まさきさん。はい。僕に用事って一体何だ？あなたの考えを聞きたいんですが、まさきさんはこのゲームについてどう考えていますか？は？いきなりどうしたんだろう。どうして急にこんな話題を僕に話してくるんだ。今までこんな話をしてくることはなかったのに。もしかして、僕のことを疑ってるのか。いや、さすがに考えすぎかな。少し会話して探ってみよう。突然、どうしたの？すみません。少し、このゲームについて気になっていて。残っている人の中で、冷静で洞察力の高いあなたに考えを聞いてみようと思っただけです。嘘つきゲームについての考え。一体この人何を言ってるんだ。正直何を考えているのかわからない。そっか。このゲームについてどう考えているかだったよね。はい。正直なところ、僕もまだ何もわからないっていうのが答えかな。なるほど。この嘘つきゲーム自体、かなり大掛かりな施設を用意して行われている。そして、何人かの殺人鬼が集められている事実。主催者にもちゃんとした目的があるのは間違いないと思うんだけど。そうですね。私もまさきさんの意見に同感です。ただ、私もまだ詳しいことは分かっていません。聖子さんもまだ分かってないんだね。はい。ですが、ある仮説を立てたんです。仮説？はい。私がもし主催者だったら、殺人と全く関係ない人をこんな場所に集めるなんてしないと思います。鋭。それってどういう意味？つまり、ここにいるのは全員が殺人鬼であるということです。何を言ってるの？それって、聖子さんも自分が殺人鬼だって認めるということ？そうではありません。私は、これまでの人生において殺人なんて犯していない。多分、何らかの殺人犯と間違われて、ここに連れてこられた。え？私は、自分がなぜ集められたのか、未だにわからないんです。だからこそ、このゲームの目的を知り、生きてここを出る方法を探そうとしているんです。聖子さんって、結婚詐欺師だったよね。だから、あれじゃない、騙した人たちが自殺してったっていう話なんじゃないの？間違ってたわけではないんじゃなかったかな。ちょっと記憶がそこはさすがに曖昧なんだけど。ちょっと待って。どういうこと？ここに集められた人たちは最初から殺人鬼だけで、聖子さんは殺人鬼ではないのに、ここに集められたってこと？そうです。これはあくまで仮説ですが、現在、参加者の中には2人の殺人鬼がいました。そして、未だにゲームは続いている。つまり、この中にまだ殺人鬼がいるということ。まさきさんはもしかして、殺人鬼以外の人はランダムで選ばれた、なんて思っていますか？聖子さんが笑っている。どういうこと？なんなんだこいつ。全員が殺人鬼だって。何を言ってるんだ。それに、こんなことを僕に答えさせてどうするつもりだ。仮に主催者が殺人鬼を集めるとしたら、なんでなんでしょうか。は？大里さんも笹本さんも、二人とも全く面識もなければ、殺人鬼という以外の共通点はありませんでした。それに、二人が何か特別な事件と関係しているわけでもない。特別な事件？はい。全く関係のない二人が、なぜ同じ殺人鬼だからという理由だけで、ここに連れてこられたのか。それを考えると、この嘘つきゲームというおかしなゲームの設定からして、参加者は全員が殺人鬼の可能性があるのではないかと思ったんです。もちろん私は間違って連れてこられてしまったので関係ないんですが、まさきさん、あなたはこれについてどう思いますか？は？なんでそんなこと僕に聞いてくるんだ。もしかして僕を試してるのか。そうか、そういうことか。僕にボロを出させようという作戦だな。だったら、確かに聖子さんの言う通り、殺人鬼じゃない人をランダムで選んでるとは思えないよね。そうですよね。この仮説が正しければ、まさきさん、あなたも殺人を犯しているということになりますしね。こいつ、やっぱり完全に僕を試している。何言ってるんだよ、聖子さん。冗談きついな。残念だけど、聖子さんの仮説は間違えてるよ。僕も、あなたと同じで殺人鬼じゃない。殺人なんてしたことないよ。そうですか。どうしたの？信じてくれないの？言葉だけでは何とも言えないのが正直なところですね。でもそれは、聖子さんも同じ条件だよね。聖子さん？そうですね。私もあなたも殺人鬼ではないのかもしれません。疑ってすみませんでした。別にいいよ。この人、やっぱりただ者じゃない。まさきさん、貴重なお時間、ありがとうございます。これからもお互い気をつけていきましょうね。周りには殺人鬼がいるのですから。それでは失礼します。そう言うと、聖子さんは部屋を後にした。くそ、あの女、一体何なんだ。あの余裕そうな表情は。やっぱりあの女は危険だ。それにこの話を僕にしてきたのも理由があるはず。まさか僕の証拠を見つけているのか。いやそれはないはず。僕はすでに自分が疑われそうな証拠は自分で回収した。まさか見落としでもあったのか。そう考えると突然不安がこみ上げてくる。念には念を入れて、もう一回自分に関する証拠がないか調べておくか。しかし、またうろうろすると怪しく思われるかもしれない。落ち着け。落ち着くんだ。僕は一旦、冷静になるため、男子部屋に戻ることにした。ガチャ。男子部屋の中はとても静かだ。部屋では記憶喪失の男が横になっている。どうやら寝ているようだ。この状況で寝ているなんて余裕だな。彼は殺人鬼じゃないのか。それにしても、最初はこの部屋に4人もいたのに、今では僕と彼の2人か。僕は彼らのように処刑されるなんてごめんだ。とにかく今は、冷静にならないと。そう思い、僕はベッドに腰掛けた。それから数時間。建物の中は静まり返っていた。もうそろそろ探索を開始するか。自分に関する証拠を見落としてないか確認しなくては。そして僕は男子部屋を後にした。はーい。これは、ここから聖子さんをぶっ殺しエンドに直行ですね、多分。だとりあえずでも今回はこれで終わります。前編、中編、後編って感じに分かれそうですね、これはね。時間も多分いい感じになってると思うので、また次回にクライマックスは、回したいと思います。というわけで、次回に続きます。おつぴよでーす。